総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など実践ルールはご覧の通りです。サイズセブンコップ40回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。すでにジマー K が3大会連続の準決勝進出を決めています。今回お送りするのは、やめろこの野郎、あんだけえげつない玉増やしやられて俺はあったん来た。いやちょっとシェロシさんもうまいって。大丈夫です。うまいって。本気出しますわ北斗で。あったん来た。ガンバイク。うわつまんねえ。一回戦第2試合、バイク修二郎 VS あなたのチェロス。おはようございます。パチンコ必勝ガイドライターのバイク修二郎です。カブちゃん。元気。虫の国からおはようございます。カブちゃん結婚おめでとう。ちょっとショックだった。ちょっとショックだったけど おめでとうまあね、あとね、それと同時にカブちゃんいつもの恒例の体重報告、これね私1年ぶりなんで見たことない人にはわからないかもしれない。カブちゃんに毎回なぜか体重報告するっていうね。そうね。これ恒例のイベントなんですけど楽しみにしています。私今97キロでございます。うわ、ちょっとまた増量中なんだけど、またダイエット入りますよこれ。恒例のダイエット、1ヶ月以内に1ヶ月2ヶ月豚で、しかもこれ今4連敗中で、で出場が1年ぶりだけね、もういろ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 ヤバいくなんですよ。4連敗中で5連敗したらできんか、できんで、できんかかってるのに相手は今まあサイドセブンカップで好調のチェロスさん、ここはね是が非でも倒さないともう出れなくなっちゃうかもしれないね。カブちゃんカブちゃんに変わったけど、まあとにかく倒しますね。チェロスさんよりガチの度合いは自分の方が高いんで、打倒チェロスでガンバイク。風俗で働く女性たちを守るツイートをしていたら遅刻しそうになりました。あなたのチェロスです。サイドセブンカップの朝、希望の朝だ。希望の朝だと言いました。今日はですね、対戦相手がバイク修二郎さんということで、まあ、僕ねサイドセブンカップの1回戦は、面識のないよう知らん女の匂いを嗅いでいたら幸せに暮らせる、そんな収録だと思っていたんですが、なんとこのサイドセブン TV 局側からチェロス下ネタちょっと控えなさいっていう、こう開局始まって以来の初のお達しが出たらしいんですよ。だからちょっとね、だから バイクさんなのかなって思うんですけど、まあ、今日はねバイク臭を嗅ぎながら、頑張っていきたいと思います。まあ、言うても今日俺勝ったらバイクさん5連敗で出禁になってしまうということなので、もうちょっと複雑な気持ちですが、バイクさんにインドを渡すつもりで、インドバイク、あバモス。今回戦いの舞台となるのは東京都足立区のマルハン鹿浜店、環七鹿浜橋近く鹿浜交差点そばにあります。パチンコの設置台数は520台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん、ビチパチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サイズセブンカップ1回戦第2試合、キックオフ。おはようございます。
ガンマイク、ガンマイク、ガンマイクです。さあ久しぶりのサイドセブンカップ、出禁がかかってるんでね、パチンコ関係で出禁って言われるとギグってするんでね、出禁だけは免れたい、勝てばいいんです。お願いします。おはようございます。さあやるよ、パチンコ日和がやってきた。最近ね、チェロス新北斗無双好きです。はい、いろいろね、やっぱ僕もね、なんかこう変わってきましてね、趣味趣向が。いやまあこれはね、サイドセブンカップ私も初戦第1回から出てますけど、出させてもらってますけど、相手との駆け引き、これが非常にね大事な戦いなんで、まあでもまずはこのユーパチライトミドルコーナーでやっていこう。この無限投篮スペック的にはね、勝負に適してるかなと。まあ最地はバラエティの甘かな、甘かライトミドルから行きたいね。めっちゃ当たっぽんね、角だけね。チェロさん無双から行く。あ、マイクさん、そんな珍しい、そんな直球だったっけ。まあいいですよ。はい、私が座ったのは新北斗無双無限投篮です。アマデジですね。まあ突破型のアマデジなんで、サクッと当てて、ラッシュ入れてちょっと優位に立ちたいですね。でこいつで もしチェロさんに先行されたら、ちょっとすぐにミドルに移動するかもしれないけど、まずはこいつで出すことを目指してガンマイクです。行くぞ、出すぞ。あら、マイクさんが何を打ってるのかしら。無限投篮、95分の1で、このサイドセブンカップ最強チェロスに勝とうと。勝ちますよ私。何かあるんでしょうな、バイクさんなりの戦略がな。あ、そうですか。ちょっとこれ早速僕の目の前でやってくれますか。さあ、おおおおおお、本格的に当たるな。モーニング呪い。いやいや、これは無理だな。呪いはもうこれ出ちゃってるもんな。真剣ゾーン出ちゃってるもんな。いやでも奇跡的に、まあたまにね、まあ稀に外れることは。当たるよなこれは、バイクさん。まあちょっと怖いけど、真剣絡みのこれ、なんなら今日の命運をここで見えるかも分かりませんよ、二人の運命が。当たるよ、運命の男たち。よし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 、大丈夫、もう大丈夫、大丈夫、運命の男たちリーチ。はい、まあそれはそうだわな、分かってた、分かってたよ。やりました、3回転です。修二郎、早くも先制のゴール。俺の呪いが後から聞いてくればいいんですけど、モーニング呪いがね。とにかくまずはワンプッシュで大当たりをゲットした修二郎。さあこの機種はここが勝負で、2連鎖も30回で当たりをしてればダッシュに突入です。ちょっと、うわー、これは当たるでしょう。いや、いける、いったれいったれいける。おー、マミヤ2人いる、マミヤ行くよ。
まあ俺のまあ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 いけるいけるいけるよ、いったいったいったれ、よっしゃー、よっしゃ、修二郎鮮やかに引き戻しました。2連チャン目のゴール、これ最高の展開やん。まあ、これラッシュ入った場合の期待出た球は約4000発ないぐらい非常に出ればあるんです。8連チャンが、まあ、するんでね、理論上は。まず、おお、一撃通せ、保留連です。もういきなり、いきなりの保留連。実戦スタートから30分が経過しました。北斗無双からスタートしたチェロスでしたが、2台を試し撃ちし、続いては沖海4の島にやってきました。早くも3台目、まっさらな254番台に移動です。うわー、頼むテンパレ。ラッシュに突入した修二郎ですが、早くも終了の大ピンチ。最低、なんだよ、終わってしまいました。うわ、朝一に掴んだビッグチャンスでしたが、わずか3連チャンで終了です。いやまあまあなんでですけどね、うん、ただ足らないね、残念ながら。はーい、お疲れ様でした。5000円を投資しましたが、手応えを得ることはできませんでした。現時点でちょいヤバだな、ちょいヤバですよ、ちょいヤバ。さあ、仕置き人移動してきました。そこそこ回ると思うよ、おそらく。というわけで早速、本日4代目仕置き人の試し撃ちを始めるチェロス。そろそろ腰を落ち着けたいところですが、テス頼むぜ、どれどれ、勝てる、治った、ありがとよ。赤かったね、一応ね。2連目だけどね、まだ連続演出擬人2だけど、重量お金あるな、いただいたわ、4回転目だわ、もうメモっちゃおう、データ帳にもう書いちゃおう俺。いやでもあるだろう、信じてた、信じてたよ。ビッグチャンスを確実にものにしました。チェロス本日1本目のゴール。そしてこっから先は守護霊様のお仕事、我が守護霊様の、うわ止まっちゃったよし次は守護霊様頑張ろう。大移動後わずか4回転の早技でしたが、残念ながら通常大当たりでした。さて一方、修二郎はその後2回の初当たりをゲットしますが、いずれも単発、持ち玉を増やすには至っていません。ちょっと無双を見てきます。おそらくこの仕置き人にはまた帰ってこれるかもしれないけど、あっちの無双は食いつかれたらもう開かないと思うんで、もう一回試したいですよね、朝一のあの感触を。というわけでチェロス、朝一に座った北斗無双の86番台に出戻りです。ちょっと強めがね、球がいい動きを、おや長いね、
1回転目ですよ。バトル行くね。ミドルショックか。赤ショック行ってほしかったな。あ、でも圧の可能性あるか。圧か、圧かな、圧か。うん、そうかそうか。あー、ゲントか。やばい、赤タイトル、やばいく。あ、あ、呪いバイク。いやいや、これはちょっと怖いね。呪いバイク、これ。いや、チェロス呪いが勝つよ。いやいやいや、これやめて。バイク呪いが、やばいな。あ、やばいな。当たるな。あー、やばいな。当たるな。あー、やばい。全部弱いわ。ちょっとこれは普通に考えたらないけどな。怖い、怖い、怖い。ただバイクさんの目の前で、おい、やったった。今の当たんねえだろ。修二郎さん、今の当たんないと思ったんでしょ。思いました。言ってました、もうカメラにも言ってました。無理だって。いや、来たぞ来たぞ来たぞ。これゴール。赤くなるぞ、これ赤くなっちゃうぞ。バイクさんが見ているこの流れ、すげえ怖え、すげえ怖え。岩井、いやー、上着くなよ。ランプドンマイ、ドンマイ。いいよ、こっからだよ、こっからだよ、始まるよ。もう分かる。あれ起こないか。分かりますさあ、負けませんよ。よかった。負けてられませんよ。まあね、まあね、これで互角ぐらいかな。まだまだ、まだまだよ。さあ、お座り1回転で大当たりをゲットしたチェロス、この勢いで時短中に引き戻したいところですが、チャンスらしいチャンスもなく、一気に駆け抜けてしまいました。残念ながら単発終了です。はい、通常で終わりましたけど、ただまあまあまあ、しかしまあ319爆発力ある台2回引いて2回とも裏引いたっていうね。そこで裏引いちゃうか。さて、そんな中、時短後187回転、7500円の追加投資で4回目の初当たりを引いていた修二郎ですが、これまた時短中の引き戻しはならず、残念ながら単発終了。2回目の初当たりからこれで3連単となってしまいました。残念。実戦スタートから2時間半が経過しました。すでに持ち玉を飲まれ、追加投資中のチェロス。300回転、時短100回転込み、300回転目。319を引き当ててほしい。うわ、いけよ、ちゃー、これを待ってたやつ、いいんちゃう？輝いとるね、金保留。あ、ここで黄色になっちゃうか。でもでもよ、でもよ、お、ブルっとる、ボタンブルった。金やん、金だったね。いや、十分系だよ、十分系。さあ、いけ。どこ行く、どこに発展する。あ、貢献か。でもタイトル一応赤。あー、デフォルトか。うわ、どうだ。うおほえ、マジか。うわ、これ大事なんだけどな、ここ重要なんだけど。よし、わかった、危ねえ、半泣きでしたわ。
ヒヤヒヤながら本日3本目のゴール。さあ行け、上がれ。うわクソが、神微笑まんか。こんだけ当ててんのにね、微笑まんか。そろそろ、さあならば時短中に引き戻しラッシュに突入したいチェロスですが、奥義北斗神拳の手を発射。どうですか、よし来た、おったおったわ。待ちに待った確変のゴール。まあ、とりあえずよしや、とりあえず。さあ ST 入ったぞ。総投資17,500円で本日1回目の確変よ、ようやくよ。さあこれでうかうかしていられなくなった修二郎、時短後149回転7,500円の追加投資で5回目の初当たり、今度こそ引き戻したいところですが、おお、これは期待できる。赤だよ赤だよ赤だよ。これは激アツだよね、見るからに。うわーもう完璧じゃねえか。よし、よし、修二郎念願のゴール。時短中18回転でようやく引き戻しに成功しました。ラッシュ突入確定です。よし2回目のラッシュ突入、いいぞ。前半の終わり間際でいい展開、いい流れ。さて一方厳冬ラッシュに突入したチェロスですが、終わらせるわけにいかないんですけどね本当に。しかしながら残酷にも、終わってしまいました。苦労の末に突入した厳冬ラッシュでしたが、まさかまさかの即抜けです。最悪や、最悪最悪。さあそして対する修二郎も、うわぁ、いやチェロスに付き合うかのようにこちらもラッシュ即抜け、ビッグチャンスを生かせずビビたる出玉に終わってしまいました。未練ですよ、辛い。4ラウンドのみ。両者揃って苦戦が続く前半戦、引き続きミドルスペックの無双を打つチェロスは、あと X 秒打予告、カメラマンに指摘されようやく気づきます。ちょっと呆然としとったら、しかも赤、あの目の焦点がアットランクって見えとらんかったもんちょっとここマジで次こそ真剣ゾーン、真剣ゾーンじゃん。しかもまだもう一個秒あるからね。さあさあさあ本番いくよ。ここで赤保留いいじゃん。でバトルに行って金になってほしいよねこれね。さあ何出る、次回や OK。 うわ金だ、しかもこれはいける。次回来やがった、154回転、 ST 終了後24回転目。行こうぜ、
しよしよ。7点やー、そして金、7点敗で金保留、全部が乗ってきてる。そして赤、これはいける。赤いカクッとしたのが、赤いカクッとしたのが来る。よし、いいよかった、信じたよ。チェロス、トータル5本目は嬉しい7つからのゴール。 ST 終了後わずか24回転目のことでした。よくやってくれた、持ってきた。ハーフタイム。スタートから3時間半、修二郎が持ち玉を飲まれたところで前半戦終了。2回目のラッシュ突入を決めたチェロスが現在2連チャン中、優位に立っています。さあ前半戦が終了しました。どうしたんですか、なんかちょっと残念な展開なんですよ。いや僕よう分かっとらんのですけど、朝一ね、朝一3回転で500円で当たって、あれがなんとラッシュに入って、入ったんだ。そう、平均継続8連チャン以上するんです、ラッシュ入ったら。知ってますよ。だ3連チャンで抜けて、しゃで、うん、その後初当たり引いて、うん、またラッシュ入った2回目の。強いっすね。そう、2回ラッシュ入れたんですよ、うん、2連チャン、はい、, 笑うしかない、鼻で笑ったまあね、無限トランってそういう台なんですよね。まあ、そうですよね。一撃でドーンっていく時もあれば結構荒いんですよ。いやだからまさにアマ版新北斗無双みたいなとこあるでしょ。あれめちゃくちゃ面白くて好きなんですけど。いやただチェロさんがやばいくでしょ、はいはい、いや今ね ST ねじ込んでますから、すごすぎる。いや俺しかもね1回駆け抜けてからの ST で、で今1回ね当たって4ラウンドだったけどね、うん、一応 ST 中当たってんすよ。これねドドドドドッと来る流れですよ、バイクさん。まあね、流れもあるけど平均は5連チャン以上するわけで、まあね、もう普通に行けばドンと出玉がね出る、はいはい、可能性が高い。そうですね、今僕は、でも俺はもう、ね、うん、抜けてほしいとしか願ってないですね。もちろんもちろん、あのちょっと消極的なだけど出てほしくないんで、うん、俺知ってます、出禁かかって、出禁かかってんですこれ。あ、知ってます。だって出禁ってもう、うん、ほとんどとりあえず出れないんでしょ。出れない。俺初回から出てるんですよ。あ、そうなんですか。俺初回のサイドセブンカップでちゃんと出てて、サイドセブンカップの創世記の頃顔でけえからこれが顔でかいからコロ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 さ、マイクが安定しないですね次回のサイドセブンカップは1回戦第2試合、バイク修二郎 VS あなたのチェロスの後半戦。負けたらできん崖っぷちの修二郎と、ご存知変態パチンカー、予想だにしない衝撃の結末をドンメッセージ。